モグラの新たな犠牲者となった新谷弁護士、その生前最後の通話履歴から矢上を破滅させた3年前の事件がよみがえる。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者、矢上の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと？源田法律事務所の星野と言います。刑事さん、これは任意の同行ということですね。ええ。矢上さん、どうします？お断りします。何？ではそういうことですので、お引き取りを。大ごとにしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意で済んでんだ。そんな脅しは弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか？私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだよ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなるぞ。取れるもんなら取ってこいよ。俺を疑う根拠はどうせ何もないんだろう。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。君らも出て行け。その前に長野さんと話をさせてもらえませんか？なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたりを。だから長野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、矢上さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど、それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所？さあな。それより今は正野だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。いらっしゃいませ。あの、さっきセンター長室にお邪魔してたものです。え？ああ、はい。何かお忘れ物でも？いや、急で恐縮なんですが、実はアドデックナインの正野さんともお話ししたくて。どちらに伺えば会えますか？それですと、開発研究棟ですね。異常タンパク質の研究フロアだと思います。あ、もしかしてゴールドのカードキーがいるところ？ええ。でもセンター長の了解が取れればお貸し出しできます。ちょっと聞いてみますね。失礼ですが、もう一度お客様のお名前を。
あ、なら悪いからいいです。木戸さんさっき忙しくしてたから、また出直します。いいんですか？センター長の耳に入ったら絶対止められますもんね。でも一応ショーノの居場所は分かったな。ええ、案内掲示板か何かあれば。なんだこれは。開発研究棟、ここか。受付の人、異常タンパク質のフロアとか言ってましたけど、この掲示板じゃ細かい場所まではわからないですね。どこだ。なんだセキュリティゲート、ここから奥が開発研究棟か。あの、すみません。何か。こちらの女性がショーノのスタッフで、ちょうどこれから開発研究棟へ戻ります。え？橋本と言います。もしよかったら私がショーノのところへご案内しますが。いいんですか？ええ、ぜひお願いします。よかった。今ちょうど橋本さんがここを通ったものですから。ありがとう。ではこちらへ。どうも助かります。八神と言います。僕は源田法律事務所の星野です。ご親切にどうも。いえ、センター長のお客様ですから。ここはとにかく広いので案内もいるでしょうし、ご不便をおかけしてます。あ、別にそんな。橋本さんはここではどういう。アドデック9の開発ユニット所属です。そのユニットリーダーがショーノで、私は一番下っ端ですね。そういえばアドデック9ってどういう意味なんですか？アドデックは先端創薬開発センター、アドバンスドドラッグデベロップメントセンターのイニシャルです。そこで開発される9番目の薬なので。だからアドデックナインか。認知症ってまだ治す薬がないんですってね。今は病気の進行を抑えるのが精一杯だとか。でもだからアドデックナインは期待されているんですよね。アルツハイマーを治せるって。ええ、日本で認知症の方って何人くらいいるかご存知ですか？多分何十万か100万人超えてるんですかね。ええ、2012年の時点で462万人です。そんなに。これが2025年には700万人、予備軍を含めると1300万、国民の9人に1人です。うえ。でも今の時点でもう施設はいっぱい。60過ぎの方が認知症の親を家で見てるとか、そんなケースもザラです。さらに世界で見ると2050年の認知症患者は1億3500万人、つまりアドデック9が救おうとしているのは全世界の未来なんです。僕らさっき木戸さんに結構失礼な口聞いちゃってましたよね。まずかったかな。センター長は多分歴史に名が残る人ですよ。3年前から随分出世したんだな。道理で偉そうにしてた。こらこら。あちらにショーノが。じゃあ私はこれで。
庄野さん。八神さん、なんで、どうやってここに。少しだけお話を伺いたいんです。いや、困りますよ。センター長は知らないんですよね。どうされました。一ノ瀬さん、いや、その庄野さんが大声を上げるなんて珍しい。あんた、さっきロビーで見たの。私は一ノ瀬と言います。厚生労働省の者でしてね、アドテックナインへの政治的な支援をしています。木戸さんはあんたを事務次官と。庄野さんが迷惑がられてます。お引き取りを。事務次官っていうと官僚のトップですよね。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違います。なるほど。庄野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷はなんであなた宛に電話したんです。だから新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりがあるはずだ。何もないって。もうお引き取りくだされ。センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。庄野さんは随分木戸さんを気にされていますよね。センター長がいないと困るって。なぜそんなにセンター長を怖がるんです。アドデックナインの開発には税金が使われてるんですよ。いろいろ政治なんかも絡んでいて。だから情報漏れとか私たちが疎いところをセンター長が気にしているんです。でも俺が聞きたいのはアドデックナインの話じゃありませんよ。新谷から電話がかかってきた理由を考えてほしいんです。心当たりはないと言いました。もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ。センター長、もう帰ったんじゃなかったのか。こそこそ何をやっている。新谷からの電話について話を。庄野は何も知らないと言ったはずだ。ご本人の口からはっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。もう帰りますよ。行こう、星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣？厚労省の。ああ、風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。結局分からずじまいでしたね。新谷先生がなんであの庄野さんに電話したか。八神さん、厚労大臣がどうのって話は最近カムロ町でも聞いた。はい。いつだった、あれは。誰と話した時に厚労大臣の名前が。綾部からだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で風見大臣の名前を。確か初めはなんで関西の教令会がカムロ町に来たのかって話だったんだ。教令会は梶平って大手ゼネコンに使われてるらしい。でこの梶平が一時期都内の再開発を計画して会長自ら根回しに動いてた。その交渉相手の一人が厚生労働省の風見大臣。はあ。けど都市開発だったら国土交通省とかじゃね。
厚労大臣なんてお門違いだろう。何を根回しすることがある。確かにそうですけど、それってうちの事件と関係ありますかね。わからないな。梶平と風見が会って何を話していたかによる。それならうちの梶平担当が調べられるかも。ん？杉浦さんですよ。元梶平の社員だったんですよね。それだ。なるほどね。じゃあ梶平と風見大臣のつながりが分かればいいの？ああ、杉浦の方で何か探るつては。どうかな。でも調べてみるよ。助かる。そっちはまだ創薬センターだよね。少し時間くれる？何か分かったら電話するから。八神さん、僕は一旦事務所に戻りますね。沙織さんからメールが来てました。今服部って記者が押しかけてきてるそうなんで、八神さんに取材したいって。え？新谷先生の件を嗅ぎ回ってるみたいです。僕が代わりに追っ払っておきますよ。星野君は源田事務所の次期エースだな。いや、いいですよそういうのは。本当に。ん？僕期待されたり責任重いの嫌なんで。だから誰かの2番手でいるのが一番向いてるなって。じゃあいつ独り立ちするんだ？ずっとしないですよ。僕は一生このまま一流の2番手で居続けたいんです。それじゃあ。すみません。そうですね。
佐神さん。言葉にできなかった気持ちがあるんです。八神さん、何度も会ううちに私の中であなたのことがとても大きな存在になっていました。八神さん、あなたのことが好きです。だから私を彼女にしてください。行っちゃった。八神さん、あの、高雪さん、よ。ターボ。ターボー。
え？カイト。おう。はい。はい。カイト。相棒。ターボよ。
カイト。おう。なあ。おう。おう。タボ。もしもし。Bravo。Yeah。Oh。おう。いい加減にしろよ。楽しかったでござるよ。
おい。なあ、ターボ、カイト、おう、相棒。おう。え？ターボ。ん？カイト。おう。ターボ、you
なるべ。カイト！ん？ターボー。
もしもし、杉浦だけど、梶平の件調べたよ。すぐ会えるかな。恋女房って釣り堀屋わかる？わかるけど、あそこそんなに有名なのか。知る人ぞ知るってやつ。じゃ、そこで待ってる。しばらく寝とけっての。またな。たく、いい加減にしろや。思ったより早かったんじゃない、八神さん。ああ、そっちは。梶平と大臣の件、何か出た？ま、噂レベルだけどね。手応えありって顔だ。うん、梶平と風見大臣はね、なんと、あの創薬センターのことで密会してたんだよ。何？何年か前から梶平グループはでかい再開発計画を立てて極秘に準備していたんだ。都内のある広い土地を当てにしてね。それがここ、創薬センターか。だけじゃないよ、その周辺も。正確には医療システム産業開発機構の敷地全部で、それを管理しているのが厚生労働省だったってわけだから、梶平は風見大臣に根回しする必要があったんだよ。再開発するには創薬センターから何から全部閉鎖するのが大前提だからね。でもそんな話、大臣一人説得して済む話か？それが済むんだな。もともと閉鎖って話はずっと前からあったみたい。ん？医療システム産業開発機構ってその組織はさ、日本の高齢化に備えて研究を進めるって触れ込みだったわけ。ところが維持費ばっかりかかって十何年も成果なし、ずっと税金泥棒って言われてた。ま、もともと天下りの受け皿みたいな緩いとこだったんだよ。そうか。じゃあもしそこへ大臣が閉鎖と言い出せば、一気に潰そうって流れになるだろうね。でも大臣の顔を潰れるんじゃねえの？とんでもない手数料が入れば気にしないんじゃない？とにかく梶平は大臣に取り入ってもう大体話をつけてたみたい。この時点で贈収賄。しかもだよ、梶平は先々の値上がりを見越してセンター周辺の土地も買いまくった。わかりやすい汚職だな。あ、でもさ、やっぱ神様は見てるんだよね。ある日、梶平の再開発計画は突然白紙に戻されたんだ。創薬センターを閉鎖できない事情ができてね。その理由がこれ、アドデックナインの論文発表。
この認知症の薬は世界にとって絶対の正義だからね。風見大臣はすぐ手のひら返してアドデックナインを褒めちぎってた。だから当然創薬センターとかの閉鎖話は立ち消え、梶平との密約なんてなかったことにした。梶平は大臣からはしごを外されたわけか。うん、再開発に備えてた投資分もろもろかなりの金を回収できなくなったんじゃない。アドデックナインのことは相当恨んでいると思うよ。なあ、お前これどうやって調べたんだ。さっき頼んだばかりだぞ。はあ、やっぱ言わなきゃダメか。ん？実は今僕が言ったことは全部ネットの記事に出てたんだよ、1年も前に。面白い記事だったけど決定的な証拠がなかったのかな。ゴシップ扱いで話題にならなかったみたい。これは全部デタラメかもな。なんで？この記事書いた服部って記者めっちゃ嫌なやつだ。知り合い？ああ、今日も源田法律事務所に押しかけてきたってさ。え？じゃあ記事のこと直接聞けるじゃん。すぐその人と話しなよ。うん、まあそうなっちゃうか。時間食っちゃったよ。またな。あれ、八神さん、服部は？もう結構前に帰りましたけど。そっか本当に星野くんが追っ払ったのか。というよりは沙織さんの沈黙に耐えられなかったみたいで。なるほど、そりゃきついな。あの、それより。ん？真冬、新谷先生のお悔やみを言いに来たの。そのためだけじゃないでしょ。八神さんに直接伝えたら。うん。俺になんかあんのか。うん、あのね、泉田健二が八神君の逮捕に動いてるみたい、新谷先生の件で。ああ、そういえば黒岩ってデカも俺を重要参考人だって引っ張りに来た。何がどうなっているのなんだよ、それはこっちのセリフだろ。一応聞くけど八神君、やってないよね。俺が新谷を？うん、やってないよ。よく聞けるな、そんなこと。仕方ないでしょ、検事なんだから。人を疑うのは仕事上の務めです。で、泉田が俺を疑う根拠は？何か証拠でもあんのか。どうかな、なんか私ハブにされてるから。ただ森田検事生まで八神君を疑ってるみたい嫌われてんだな俺。さすがに好き嫌いで動くほど検察は感情的じゃないはずだけど。
八神くんがやってないって言うなら安心した。それでも何かあったら連絡して、私で力になれることがあれば言ってほしい。ありがとな。またね、源田先生にもよろしく。杉浦さんの方どうでした？何か収穫は？ああ、梶平は風見大臣に創薬センターの閉鎖を働きかけてた。うん？え？梶平の再開発はセンターの土地を当て込んでたんだ。ところがアドデックナインの発表で全部ご破産。梶平は大損を抱え込んだ。ちょっとそれ、じゃあ梶平と創薬センターめちゃくちゃ関係してたんですか？服部の記事によるとそういうことらしい。服部さんってさっき来てた？だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけどな。なるほど、会いたくない時はしつこくつきまとってくるのに。ほんとあいつとは相性が悪いよ。もしもし。八神さん、杉浦。ねえ、今源田事務所から女の人が出てったよね。ん？ああ、真冬のことか。名前は分かんない。でも綺麗な人。何やってんだお前。俺をつけてたのか。説明は後で。今その真冬さんがヤクザにつけられているよ。え？ヤクザは4人か、もしかしたらもっと。僕どうしたらいい？ほっといちゃまずいでしょ。すぐそっちに行く。今どこだ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ八神さん、僕一人じゃどうにもなんないからね。八神さん、まだ？今どこ？源田事務所出たばっかりだよ。真冬は今んとこまだ無事。でもやっぱ八神さんも急いで。今劇場前の広場を通り過ぎるとこ。もしもし八神さん、真冬さんは今劇場通りを左に折れたとこ。ああ、分かった。なんか彼女をつけてるヤクザ増えてるみたい。4人どころじゃないかも。ヤクザが検事を狙うってどこの組だ？それはまだ分かんないけど、とにかく八神さんも急いでね。おう、ちょ待てこら。八神やな、お前。今急いでんだ。金崎は通行止め。賢治のお姉ちゃんはわしらが先約やさかい。何？早いもん勝ちやで。踊りは引っかんどれ。
前ら誰だよ。なんで真冬狙ってんだ。まだまだ終わったらんでいい。よう、どうしたタボ。あ、カイトさん。面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。なんやと。ちょうどよかった。ここ頼むよ。こいつらの仲間が真冬を狙ってる。真冬ちゃんがこいつらの仲間に。とにかくあとよろしく。そっか、真冬ちゃんを狙ってね。じゃあお前らは俺がたっぷり可愛がってやる。あ、踊り。もしもし、八神さん、聞こえる？まだなの？杉浦、真冬は無事か？うん、今中道通り。真冬さんをつけてるヤクザは多分4人。ちょっと僕の手には負えない感じ。わかった、こっちも中道通りに入るとこ。急いでね。もしもし、八神さん、気をつけて。ヤクザたちがそっちに気づいたみたい。は？4人八神さんに向かってってる。わかった、お前は真冬を見ててくれ。
どえ強くなれ。大丈夫か？うん、なんとか。さっきの人たちは何？いや、わからない。俺も仲間の知らせがあったから来れただけで。カイトーさんも助けてくれた。今度会ったら礼言っとけ。私がヤクザに狙われたの？なんで？悪い、ちょっと待った。ヤガミさん、無事？女の人は？杉浦、おかげで助かった。ありがとうな。ならよかった。僕の方はね、さっきのワゴンを追っかけてるとこ。ワゴン？真冬をさらおうとした？そう。もしもし、泉田健二？藤井です。ヤガミさん、さっきのヤクザたち、凶霊界だよ。何人か KJ アートで見た顔がいた。凶霊界が？なんで真冬を？うん、だからそれを直接聞いてやろうよ。八神さんもすぐこっち来れる？いや、彼女を安全なところに連れてった後だ。また連絡する。私なら大丈夫。泉田健二が警官を迎えによこしてくれるって。凶霊界って関西のヤクザでしょ。その連中が私を狙ったの？そうらしい。理由は多分。俺のとばっちりだ。悪い。え？凶霊界とは少し揉めててな。だから思い当たらないこともない。カムロ町でヤクザと揉めるなんて。え、何？さっき顔を殴られてたよな。大丈夫か？うん。もう二度とこんなことがないようにする。うん。凶霊界と話をつけてくるよ。そんなの危ないんじゃないの？私なら大丈夫。もうカムロ町には近づかないようにするし。そうだよ、八神君もこの際少し町を離れたら。お迎えが来た。もう大丈夫だ。俺は当分この町を離れる気はないよ。どうして？今追ってるモグラが3年前の事件とつながってきた。3年前のって大久保新平の？ああ、モグラに殺された新谷は創薬センターの小野って研究員に連絡を取ろうとしてたんだ。その小野は大久保の事件で検察側の目撃証人だった。それだけ？俺もまだパズルのピースを集めてるとこだよ。でもそれを解くまではもう前に進むしかない。
そっか。3年ぶりかな、八神くんのそんな顔。ん？人参を目の前にした馬みたいな。は？生き生きしてるって感じ。じゃあまたな。もしもし。杉浦？八神だ。もう動ける。そっちは今どこだ？結局ワゴンはカムロ町から出なかったよ。古いキャバレーでみんな降りてった。公園前通りにある本丸園って店。本丸園？カイトーさんも向かってくれてる。よし、わかった。すぐに行く。こっちだ、タボ。見て、さっきのワゴンが止まってるでしょ。ああ、ここも凶霊界のアジトってことか。ああ、多分な。中にどんだけ人数いるかはお楽しみだ。もう行く準備はできてるか？ああ、いつでも行けるよ。あ、ねえ、作戦とかは？そんなのいらねえ。はあ？でも、中何人いるかわかんないんだよ。何人いてもやることは変わんねえってさ。ああ、今は作戦とかそういう気分じゃないんだよ。なんで？わかんねえか。さっき目の前で真冬ちゃん殴られたからだろ。マジか。よし、行けや、タボ。一番乗りはお前に譲ってやる。待てこら、貸し切りは言うとるやんけ。あ、お前ヤガミ、たまりゃバケ。お前ら真冬さらってこんなところに連れ込む気だったのか。うん、誰があいつをさらえって。村瀬か、それとも塩屋。なんやと。チンピラは引っ込んでろってこった。そうそう。やかし！ええやろ、上等や。楽には殺さんねえこら！そこワンテンポ遅れとるで。そんなんで笑い取れるもとの大間違いや。もっと真剣に踊らんかい。はい、アンドゥトロハ、アンドゥトロハ。何やってんだあいつら。どうも緊張感ない連中だね。お兄貴、ヤガミは？よOh!
こいな。先行け、カボン。いや、でも。いいから行けっつってんだろ。悪い、任せた。そいつを話せ、卑怯だぞ。誰が話すかっつーの。話せよ。やめろ、撃つな。一人で。おれ。おれ。せんの。またかよ。銃刀法って知ってるか。おら、どこや。ぶっ殺してるからな。
少しだ。海藤さん、杉浦も無事だったか？当然。だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。何？落とし物だぞ。あんただったか、塩屋。正面から堂々やるやないか、八神。それに引き換えうちのボンクラどもは頭数だけでクソの足しにもならんの。お前ら今夜は何本指飛ばす気や。真冬をさらおうとしたな。おう、俺らと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺んとこに来ればよかった。何が狙いだ？ちーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。仕事頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思てな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカだね。どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。おい、そんなことはないだろ。ただ真冬ちゃんが殴られた今となっちゃもういくら詰まれようが無理ってもんだ。万が一多忙が受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんとなんや話が弾まんわねえ。よっしゃ、お前らやってるや。
後ろにいるあいつ、例の服部って記者じゃねえか？じゃああのじいさんは？あの人にこんなとこで会えるなんてね。あ？おう。お前らが八神探偵事務所か。あのおじいちゃんが全梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。